善光寺は東京都港区北青山三丁目にある浄土宗の寺院。正名は南の地山無料寺院善光寺。現在の青山は江戸時代には善光寺の門前町であった。1853年に発行された江戸切絵図の塔と青山絵図によると一帯には各大名家の下屋敷が存在し大仙道も通っていた。善光寺は 浄土宗に属する寺院で、創立は1601年と伝わる。三号は南の地山と言い,い、つまびらかなは南の地山無料寺院禅皇寺、本尊は一尺五寸の阿弥陀如来である。同本尊は767年、8月の十五夜に、宝女にという人物が、大間寺の春安で念仏を唱えている最中に、新宗禅皇寺の如来が現れ、その姿を映したものという。 創立当初の善光寺は天寺で、かつては谷中にあった。善光寺第109世代、電車公忍ぶ丸よ里氏喜びが、徳川家康に請願して、江戸谷中に7500坪の土地の寄進を受けて、伽藍を建立した。谷中の旧地は、玉林寺付近で、今では善光寺坂と、坂の名にその名残を留めている。 第四世ゆけい誉れ地伝の時期、1648年9月17日に、徳川家光から、主因地を拝領した。谷中の伽藍は、1703年11月29日に、小石川水戸邸を火元とする大火によって消失した。1705年、光電車、新予知前が、交互国の主因地を、徳川吉宗から賜り、現在の場所に間口じ75件、 奥行き100の道具を新築して、同年12月に至って移転した。そのため、善光寺は、新予知前を中高回帰とする。善光寺は、もともと無本寺であったが、徳川幕府の時代には1740年から、関永寺の支配下に置かれていた。幕末の1862年12月5日、再度の火災にあって全焼したため、その後は長きにわたって、 仮本堂であった。1915年9月に、ガランの再建に着手し、1920年5月に、落成した。1945年5月25日、戦災によって消失し、1974年8月に、本堂、栗、書院を再建した。善光寺はもともと葬儀に関係せず、墓地も存在していなかった。墓地が設けられたのは明治以後のことで、 中見角常の、松木胸あり、牧野万光中山忠子などが葬られている。赤坂、青山その2書斎の善光寺の記述によれば、断下数447、開名数2885、墓地480基過去長及び、墓碑の最古は1874年である。青山義光寺には文化財として、八宗根半図人の、 全校ジンギズに幅が伝えられている。ありがとうございます。